ということで、今回は童話参拝の問題で、再び奈良県の方で動きがありましたので、またですねこの件について解説いただこうと思います。池田忠治さんです。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰します、池田です。はい、今回ありがとうございます。でちょっとねこれまでの経緯を私から簡単に説明するとですね、奈良県の安堵町というところで2020年までですね、童話地区の、廃棄物の処理組合というのがあって、そこに安堵町とあと奈良県が補助金を出してたんですね。はい、でその年間の額がだいたい2つ合わせて360万ぐらい。あ、360万年間でそれだけあるんですね。はい、それについて、池田忠治さんが住民監査請求をされまして、でそれで、言ってみればもう不正があったわけですね。そうです。実際は参拝の処理の実態がないのに参拝の処理をやっていたということにして、それに対する補助を安堵庁が行っていたと。で住民監査請求っていうのは過去1年分しかできないので、結局適用できたのが8ヶ月分なんですよね。で8ヶ月分について、最終的に裁判した結果、もう安堵庁の全面敗訴で、それは町長が町に返してくださいっていう話になって、で合計200何十万円ぐらいの額を町長が返すということになったわけです。これは今までのこの裁判経緯ですね。でそれとは別に、いわゆる警察沙汰にするっていうことですね。そのことでも進めてったんですけども、先日不起訴になったと、自転車でも報じたんですけども、不起訴になってたっていうことがあるんですね。一応ちょっとその不起訴になった経緯について簡単に説明していただけますか。あらゆる資料を集めまして、大阪の弁護士さんにちょっと相談乗ってもらいまして、ほんで、奈良県警の方へ告発を持って行ってもらいました。はい、ほんで告発を持って行ってもらって、担当が奈良の聖場所管轄になったんですけどね。はい、聖場所の2課やったかな、2課の担当の方ともういろいろやり取りしよう、このやり取り、しだしたのが初めなんですよ。はい、それでとりあえず捜査してもうて、判断では去年やったかな、安堵庁職員5人、書類送検されました。はい、それされたんですけど、結局みんな証拠不十分で不起訴やったわけなんです、それに伴って並行して私らもちょっと雲行き怪しいからいうことで、奈良の地方裁判所に住民訴訟したわけなんですね。はい、ほんで去年の、3月ぐらいやったかな、あれ、奈良の警察から、3月か5月やったかな、ごめん、それぐらいに警察から3月に書類送検5人したという連絡はもらいましてんけど、結局証拠不十分で不起訴になったわけなんです。はい、でその後検察審査会に申し立てしたのは、これってあれですよね、住民訴訟でもう安堵庁が負けて、その後ですよね。そう、ほんで今年に入って、結局うちらからしたら結局警察は証拠不十分いう結果もらいましたんで、はい、今度は裁判の判決待ちなんですよね。はい、ほんでその裁判の判決が去年の年末に結審しまして、判決出るのが今年の1月9日やったと思います。はい、ほんで1月9日に判決出て、うちはもうちょっと買ったんですけどね。はい、控訴期間かなんかいうのがあって、結審が、今年の1月の30日か31日やったんですか。そこが控訴期限ですね。期限、はい、ほんで安堵庁は安堵庁 の、 住民課の課長もゴミはありますねとか言うて先導言うてて、結局はなかったわけなんですよ、これね。そうですね、話ではね。ほんで1月の末に30日か31日にも向こう控訴線から決心して、これもうちがもう買ったいうことを確定したわけ。そうですね、だから裁判の結果としてはもう真っ黒なんですよね、もう安堵庁は。
そうです。だから、そうです。大層に言うたら国民の皆さん、わし、安堵庁行政から嘘つかれてたわけです。そうです、そうです。だから、もう安堵庁が不正をやってたっていうことは、もう、はっきりしてるんですよね。もうこれは裁判で確定してるんです。で、真っ黒なのに、じゃあ、刑事で、検察審査会申し立てたら、不起訴になってしまったと。そうそうです。だから、つじつま合えへんわけですわ。そうですね。だから検察としては、まあ、もう真っ黒で誰かが悪いことをやってるのはもう間違いないんだけども、じゃあ誰なのかっていうことを証明できないっていうことなんですよね、多分。まあ、そういうことやわな。そうですね。これ、法律上の話になるんやけど、うちがもうた判決文に伴って、結果的にはその時の窓口担当者、はい、住民課の課長、はい、この人を的にせなあかんいうことになったわけですね。はい、ほんでこの、住民課の課長いうのは私の友達の友達ですね。はい、だから先生、池田君どうする言うて、あんたつながりある人やからな、これ検察審議会かけなあかんのは、5人書類送検になってて、犯人は私ら把握してるけど、この子犯人ちゃうやんっていう話になったわけやね。はい。せやから、検察審議会かけても、この子は犯人ちゃうから、多分これ不起訴になんでいうことを、前提でどうするかいう話になったわけです。だからもうほとんどこれはもう、不起訴になってしまうだろうなっていうところだったんです。そうでない。だから池田さんがもうこの人が犯人だなって思ってる人と、ちょっと法律上で認定されてる、うん、まあ実際やった人っていうのはちょっと食い違ってると。そうそう、そういうこと、そういうことなんですね。だから警察も罰悪でわしとこ怒られへんわけやん。そうですよね。だからそのまあ、誰か悪いことをやったっていうことは確定してるんだけども、じゃあ具体的に誰っていう部分が曖昧にされてるから結局不起訴になってしまったと。返事先生から連絡あったのは、自民党の総裁選、はい、それの1週間ほど前に返事ありまして、はい、それがまた宮部さんがアップしてくれたと思うねんけど、まあ、まだ変わらず不起訴だと。そうですね、9月25日ですね。25日、はい。ほんで、宮部さん、これ、わしら一般の素人の感覚で思うねんけど、判決、検察審議会出した後、しかしながらっていうことから始まる文書ありますね。そうですね、何か意見がついてるんですね、検察審査会の。審査会の意見読み上げますね。しかしながら記録上の事実関係を確認したところ、一般市民の感覚すれば被疑者だけでなく組織的に実態を把握することなく従来と同様の事務が行われてきたことも一因と考えられ、これは当検察審査会としても是認するものではなく、本件を機に綱紀粛正を図り事務を見直すなどして組織全体として旧態依然とした体質からの脱却をすべきであることを付言するって書いてありますね。そう、そやから わしらからしたらさ、お前ら認めてんねやないかと。そうですよね。何かしら悪いことをしてたっていうことは、悪の軍団のショッカーとか虎の穴みたいや言うてるわけやんか。そういうことです、審査会としてはね。わざわざこういうことを言うっていうことは、俺からしたら宮部さん角立ったわけや。はい、そんなやったらお前それ分かってんやったらなんでさ最初の時に捕まえへんねんと。ほんでその時に思ったんか、俺先生に言うてんけど、警察は検察審議会、警察は奈良地裁に書類送検したい言うけど、どんな紙持っていってんやいうことを俺先生に言いました。はい、その紙目線持ってくれと。はい、だからこれ裁判当事者であろうが、この紙書類送検の紙は誰も見られへんって言うからな。ああそうですか。そうだって言ったら警察がどんなイカ様の紙書いてる可能性もあるわけやんか。何でしたってね、確かまあ、なんか厳重処分を望むとか、なんかあるんですね、なんか検察に関して申し送りが。うん、その書類送検の内容はわしら持てないもん。警察から5人書類送検されましたいうことは聞いてるけどな。はい。聞いてるけどさ、後でこんな検察審議会さ、こんな
こいつら決断せえっていう紙一筆書くんやったらやで、はい、こっちからしたら言うたらや、はい、ましてこれ改めてうちの弁護士の先生が資料を持って行って確認したところ、はい、どうこうって言うんだけど、うちの先生持って行った資料いうのは宮部さん裁判で認められたっていう紙以外は変わってないと思うで。ああそうですか。先生はそれ以上のことをやいやどうこうって言わらへんだけど、わしら、はい、庶民の感覚からしたら今更認めてくれたら、はい、最初に認めてくれたら宮部さんわし裁判もすることもなかったわけや。あそうですね。そやろ、警察がみんなの願いやってんで、ここの、ま町長みたいな、はいはい、だからもう、まあ、裁判してここまでやって、まあ、ようやくまあ、ようやくまあ言葉だけ認めたみたいな形になってますよね。で今回ね、今回当たる、まあ、それでもまあその後また動きがあって、つい先日ですね、10月31日、今度は、奈良県の方が安堵町に補助金を返してくれっていう話になりましたね。これまあちょっと知らない人には分かりにくい話になるかもしれないんですけども、はい、1月30日か31日に決心もらいましたやろ、はい、私安堵町の議会どうするのかな思ってじーっとしてましたん、はい、ほんだら3月6月9月って議会やってんけど一向にこの童話参拝のことを言わへんわけや。誰も言わないんですか本当に。誰も言わへんね。一人な3月にね、はい、ある議員がちょっと童話参拝のことで言いかけて長女が話しよう思ったら止めよったらしい。ほんでわしこれゴミ以外童話参拝の以外のことでもかなり安堵町議会には陳情やなんやしてますね。はい、結局安堵町議会もおかしい思わへんで住民監査か監査した時の、はい、返事また宮部さんアップしてくれたらええと思うんだけど何も問題ない言うて、はい、返事もったわけや、はい、それで裁判したわけやねんな、うち、はい、住民訴訟したわけやねんな、はい、だからそれもあるし今度俺県に向かってもうちょっと去年行きましたんや。あ去年にも、はい、県の方にも行ったわけです、はい、そう。ほんでこうこうこうでこうやってけどおたくらおかしい思うやろと、ほんでこれ宮部さんとわしの認識でもあんねんけど奈良県に出してる申請の紙見てたら毎月同じこれ量やったやんか、はい、毎月 4.5 とか5トンずっと12ヶ月続いてるわけやんか、はいはい、だから奈良県の方に出てる書類も、まあ、担当者がよく見ればこれおかしいって分かるようなものだったんですよね。そう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 、はい、ほんでな そのことでおたくらはな俺昨日今日来たんちゃうやろ、このもう何年間にわたってこの童話参拝のことで開示請求してるけどなおたくらこれおかしいと思わへんか言うたわけ。そうです、奈良県の方にもですね、はい、うん、ほんならおとこらは親に学校な出してもうてな今これ県庁に大学出て県庁勤めてんねやろ言う、はい、俺みたいな中学しか出てん人間でもこんなん審査おかしいと思うで言うて、あんたらおかしいと思えんのかって言うたわけやね、はい、ほんなら何言うんか言うたらな池田さんこれな池田さんみたいな業者がなこの申請持ってきたらな、はい、調べんねんけどな相手が安堵町言うことだからこれ行政でしたろ言うて、はい、行政は行政なりのもう信頼関係あるからな、はい、一切、まあ、調べてないいうこと言ったわけや。あだから、まあ、まさかその行政が嘘つくとは思ってないという、うん、そういうことです。ちゃんとした行政役者やからまさか悪の集団やと思ってなかった、はい、わけや。いやでもどう思います、でもそれは表向きの建前の話じゃないですか、うん、宮部さん、はい、俺に言われて、はい、この奈良県でも童話参拝の補助金持ってるとこ要素あるけど宇田市の宇田野町で毛川の町あんねんけど開示請求出したい言うて宮部さん取りましたよね。そうです、まあそこはねそんな全部同じっていうことはなかったですね。そう一応その一応これはちゃんとした数字を書いてるのかなっていうのが見えましたね。
そう、ほんで金額かて400何万やからかなり大きいねんけど、ちゃんとあの毎月の量も違うし、そうです、はい、収集運搬してる業者がもうな、近畿でももう一番大きいとこやから、はい、これは間違いないよ思うから、まあ、ひょっとしたらアンドだけちゃうかいう話で宮部さんと話したと思う。そうですそうです、アンドだ、そうです。一応他の自治体もどうかっていうのは調べたんだけど、やっぱ明らかにアンドは異常なんですよね、見ただけでも。そうですそうです。ほんで廃棄物あの対策課の子に備え言うて、おたくらでこれ動かへんのか言うたら、いや私ら警察が捕まえたりしたら動きますっていう話を去年の12月にしとったわけですよ。はい、あだから単独で自分らだけでそうあの探索したりあのそあの捜査したりせえへんいう話だったから、はい、うん、分かりました。1月、来年1月9日に判決出ますさかい、それまた楽しみにしてますわ、はい、言うて借りました。はい、ほんだら1月9日うち勝ちましたやんか。はい、ほんで1月30日、31日、あんだけゴミあんねんあんねんって言ってて、結局なくて決心、向こう何も決心、控訴せえんだからも決心しましたやろ。はい。ほんで、俺、安堵庁の議会も安堵庁もそうやし、奈良県の動き見ててんけど、全く何も動かへん。はい。ほんで、ちょっと頭に来てさ、奈良の廃棄物対策課に、あんたらお前、こと大きなったら動くんだけど、どないしてんねやって言うたわけ、はい。ああ、はい。ああほんなら安堵庁からの説明待ちですねって言うて、それ聞いたん4月か5月やったから。あそうですか、4月5月、はい、今年の、はい、ほんなら判決出てから宮部さんはもう日付よすぎたってるわけやで、はい、ほんならどんな説明来てますねんと、それ紙でわしくれ言うて開示請求しましん、はい、いや紙ではないんです、口で言うてまんねん言うからな、はい、こっちにっていうから、はい、そんな議事録とかないんでか言うたらない言うからな、はい、ほんでな、そんなお前説明する言うてな、ことのこと終わって自分ら認めて三月も四月も経ってんのに何の説明しに来てんねんって言いました、はい、ほんなら宮部さん一月に一遍報告しに来とってんで、あそう毎月、それも口でですか、口頭でですか、報道できとんねんと。報道で、はい。ほんで、何の話してんねんと。はい。こんな簡単な話じゃないかと。何も難しい話じゃない。なかったからどういうことですんまいでしたいうことになる話やからな。はい、そんな何の話してんのおたくら言うて。言うて、何べんもそなして催促の電話したわけですね。はい。でそんなしてたら、朝日新聞の記者、うち来てくれてね。はい。おう、なんやかんやと、今、取材してくれやったわけですね。はい。ああ、で、朝日新聞も載せてくれやったし、もう一個、奈良の地元のインターネットメディアの、奈良の声です。そうです。なんかちょっと朝日新聞の動きが不思議でしたよね。判決が出てから、もう何ヶ月も経ってから、やっと載せましたよね、新聞に。そう。そうほんでな、そこの点はな、宮部さん、あれやねん、奈良新聞の浅野さんも、最初、なんで私らの耳に入らへんだ、いうこと言いやったからな。はい。それ、あんた調べてみ、言うたね。はい。なんかよからぬ力、動いてんのちゃうか、言うて。はい。うん。普通はそういうの判決いうのはさ、裁判でも記者クラブであって、パンとこう出たらさ、はい、みんなの耳に入るんだけど、はい、一切どこのマスコミも新聞も、1月9日の判決出しないんだから。そうそう、おかしいんですよね。普通、そんな行政訴訟で住民側が勝つなんて、そういう滅多にあることじゃないのに、それ、ね、出さないっていうのはまず不自然なんですよね。そう、そう。はい、ほんで、そこの点は何でかいうことは、オタクらよう一番わかる思うで、言って、オタクで調べたらどうでかいうことで、はい、ごめん、奈良の声の浅野さんには言いましたけどな。はい。ほんで、朝日の記者かって、なんで今更でんねんって、うちの弁護士も言いやったもん。あはい。そうそう、あれおかしかったですよ。なんか、確か、あれですかね、8月か9月でしたって、朝日の記事出たの。そうそうそう、だいぶ後になってからでしょ、うん、はい、そう、
ほんでもう今一生懸命やってくれてあるからもうなあんまりいや勇気はないねんけどな。はい、まあ皆さんそういうとこですにゃこの奈良県いうとこはね。だからそうやって朝日が記事にしたからっていうことで多分ようやくそれで県が動いたってことじゃないですか。いや動いて、あのその時に朝日は新聞載せてたってまだまだあの説明も何もあれやん。あ、そうですか。発表はしてないやんか、奈良未だにしてませんやんか、奈良の県は。あ、というかあれがあれですが、10月31日の県についてもあの補助金、まあ補助金をねあの返すようにって言って安堵庁に言いましたよね。あの県あれですか、まだ記者会見とかもしてないんですかね。いや大々的に発表してませんやん、奈良県も。ああそうですか。あ、そうかそうか、うん、奈良県のウェブサイトとか載ってないんでしたっけ。それで、朝日の記者が坂田さんが俺に聞いてこてくれたんか知らんねんけど、はい、この前の、山下知事の、はい、定例、記者会見の時に動画参拝にことついて言うて質問してくれました。はい、今ちょっと奈良県の報道発表を見てるんですよ。ないですね、確かに。安堵庁の報道発表にもないですね。出てないですね。ないですよ。そうですね。発表はしてないよ。本当にしてないですね。ああ。ほんでわしもな、何べんもなこと言うねんけど、ちょっと、ま、頭に来てな。ほんで、今度は YouTube で、安堵庁のことを、大阪の共産党の宮本武史先生が言うてありました。はい、食い物にされてたとこやとかいう、はい、YouTube でアップしちゃったんですわ。はい、ほんでわしちょっとこのことちょっと聞いてもらいたいな思って、アポイント取りたかったけど、わしら何のまあ言うてみたら人のつながりかにもないからね。はい、ちょっと動きはちょっと止まってたんですけど、はい、今年衆議院選挙この前ありましたやんか。はい、その時に選挙宮本先生負けやってんけど、2日後ぐらいかな、はい、ちょっと大阪 の共産党 の宮本先生とこの事務所に電話して、実はこんなことこういうことですねんと。ほんで YouTube で宮本先生がどのこと言われてるからちょっと力になってもらいたいんですわいうことで、はい、ちょっと連絡取りまして。はい、ほんならまあ選挙終わってからすぐやし、すぐと宮本先生に会われへんねんけどいう話になった時に、まあこの共産党の大阪の宮本先生の担当の人がまあ動いてくれられました。ああそうだったんです。はいはい、うん、そっからですわ。だからこの1週間のうちに急に安堵庁は臨時のなんだ、はい、会議するとか、はい、いろいろ動き出したのは俺は共産党 の大阪 の宮本先生 のブレーンが動いてくれやったと思いまんね。ああそういった経緯だったんですね。はいはい、うんそれで、まあ、今、安堵の長州力になろう思て、安堵庁共産党議員の上林先生が一生懸命やってくれてやりまんねん。ああ、なるほど、そういったことなんです。で、まあ、それで、あれですか、共産党動いて、あれですか、10月31日 の、 補助金返還、奈良の方の補助金返還って話が出てきたんですか。その話はね、あれ、共産党 の、 大阪 の、 宮本先生 の、 担当の方から、明日、安堵庁で動画参拝のことで、上林議員が中心となって、あ、はい、緊急審議会ありますいうことを俺、奈良の声の浅野さん に言いましてんや。朝日新聞の坂田さん。あ、そうです。はい。うん、ほんなら奈良の声の浅野さんが自分で取材者にはしあったみたいですね。はい、平成29年からは組合活動してません、事業もみんなやめてますいう返事もうてんけどな。はい、浅野さんの返事では、まあ、26年からないって請求しますいう話が出てきたわけだから、これは浅野さんの手柄ですわ、取材力です。そうか、浅野さん
あの奈良の声偉いですね、すごいですね、この点ずっと追求してますし。そうですね。あ、じゃあそれで、まあ、平成26年からそのずっとその実態がないっていうことが分かったから、もう奈良県が平成26年分からもう補助金は安堵庁は返してくれっていう話になったんですね。うん、だからあの、まあ、言ってみたら安堵の一部のやつのおかげでわしにあのかなりボロカスに言われておりましたからな、あの奈良の行政。はい、はい、そやからその怒り込めて一生懸命探したんちゃいますか。一応ね、分からない方のことを説明するとあれですよね、安堵、まあ、直接的に安堵庁がその、組合の方にね、童話参拝の組合に補助金を出してたんですけども、まあ、一部は奈良県から補助が出て、それを安堵庁が受け取って、安堵庁がまあさらに渡すっていう形になってたんですよね。そうですね。だからその、うん、安堵庁がまあ出してた補助金についてもうあの真っ黒だったっていうことはもう裁判で確定したので、そしたら当然その奈良県の方の補助金もじゃあ安堵庁を奈良県に返さないといけないじゃないかってことにまあなるわけです、筋としては。それをな、それを宮部さんな、はい、安堵庁が言いに行かなあかんやん、実はこんなことありまして、そうですよね、返しますって言いに行かなあかんやん、まあ安堵庁の方からね、まあ、返しますって言わないといけないですよね。当たり前やろ、うん、だってその間もずっと延滞金がついていくんですよ、これ。延滞金もどんどんついていって、お金、払わないといけないお金が増えていくだけですからね、ほっといたら。延滞みたいなのを倍取りしたんで分かってや、もう一つな。そうそう。年間、あれ、ね、年間 10.95% なんですよ。結構高いんですよ、あの補助金の。もう 20-30% ぐらい取ったらよかったね。はい、まあでもそこは法律通りに、まあ、延滞金請求したんですよね、奈良県が。でそれで、その金額が、そうですね、住民訴訟だと8ヶ月だったのが、これがあれですよね、7年分になってるんですね、2020年から2016年まで。そう、7年分の補助金を、安堵庁は返さない金額になった。あ、はい、わしらが2年か3年に童話参拝の奈良県の補助金の申請、開示請求行ったわけですね。はい、童話参拝、奈良安堵庁童話参拝に対する奈良県の童話参拝のごみの補助金の、申請の、開示請求を平成2年か3年に行ってますね。あ、そうです。はい、うん、ほんだらな、おかみいうのは5年まで資料を出してくれるやんか。はい、でその資料も宮部さんに俺全部送ったから見てくれたらええねんけど、あれ、はい、平成 2,3 年やから20何年 ?9 年前後の分しかあの奈良県から持てないはずやねん。あ、でも実際は26年の分まで持ってたわけですね、奈良県。そう、はい、だから行政でさ5年分しかありまんえんねんって言うねんけど、結局あんねんやんか。あ、じゃあそれも嘘だったんですよね。え、それまた宮部さん今度県に取材してよそれ。ああ、なるほどね、確かにね、これもそうか、あ、29年しかないはずだったのに、あ、持ってるじゃないかと、ちゃんと26点まで奈良県が、うん、あ、そういうこともあるんですね。そうやから浅野さんの、取材それを受けた時に感想は言われたから、いや、まさか26年から出てると、そんなわしら資料29年ぐらいまでしかなかった、29年以降しかなかったからな、あ、それで遺伝からもうてるとわしら思ってないと。ほんで、はい、私組合長の方持つわけじゃないねんけど、29年以降は私のとこも廃業してるし、組合活動もないようになってたから、29年までしかやってへんことわしは信用してましたんや。はい、それが言ってみたらこれ何年よ、紙で残ってるだけでも26年からのやつを紙残ってたわけやろ。はい、だそれ以前のこれ宮部さん、ね、1989年昭和か平成元年からこれ続いてんのに、そんな前から出てんのかいう話にもなるやんか。はい、いつからゴミなかったんと。はい、ほんで犯人誰やっていうことをこれ誰も言えへんやんか。金の話はこれ県も町も言うねんけど、これ宮部さん、これ透明人間が申請して何の得あんのよ、うん、だからそこはもう曖昧にされようとしてるんです。というかもう不起訴になってしまった以上はもうなかなかもうそれ以上はできないですよね、刑事事件としては。
うん、できひんねんけど、ここまで出てきてこんだけ明白言ったら誰が犯人かいうことを教えてもらわんと、はい、自民党の裏金のことかって安倍さん犯人になったやんか。まあそうですね。そうやろ、ほんまかそうか知らんけどさ、うん、ただまあ具体的に誰かっていうのは大体分かってるんだけども、ちょっと弁護士から止められてるっていう状況なわけですよね。分かってるで、宮根さん、あの安藤の村の人はみんな分かっとるで。そうです、もう分かってるんです、誰がや悪いのかっていうのは。見に行ったやろ俺と一緒に。はい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 、はい、もう分かってるんですよ誰っていうのは。で問題はあとこの先なんですよね、これ、県の方はもう10年前に遡って、でそれで安藤町がもう補正予算通したじゃないですか。もうじゃあもう白旗あげて。宮部さん、これ宮部さんから返事もうたけど、これ町の税金でこれ、はい、あの、奈良県に返すの？そういうことですよ。いやだってこれもうたやつボート丸儲けやんか。そうそう、だからこれ本当だったら、じゃあその2014年の分も同じように返すのが筋なんですよ、町長が。ちょっとの金やけどな、2015年みたいな、な2015年ちゃうわ、あの8ヶ月分の残り4ヶ月分いうことでしたろ。はい、うん、ほんでいまだにこれ組合長の誰がし言うのと町も県も劣らへんやんか。どうなんですかね。でもこの分ね、今回補正予算として執行されるわけでしょ。これに関して、うん、これに対して住民監査請求かけられないんですか。こう奈良に返した分の補助金町長に請求するように。それな、奈良の声の浅野さんに言われた。あ、やっぱり分かったことだけど、これしまへんのって、しまへんのかって言われました。あ、やっぱり同じことを考えます。どうなんでしょうね、その辺まだ弁護士さんには相談してないんですか。それ宮部さんやってくれへんか。いや私これ住民監査税って言ってね、安堵町の町民じゃないとできないんで、しかも私弁護士資格ないから、僕はやったらね非弁行為になってしまうんで。もう皆さんこれ聞いてほしい、あの誰よ、人生ゴールじゃないけどさ、皆さん聞いてほしいねんけど、これな裁判して勝ったからやったってわし一銭ももらわれへんねんこれな、だからね池田さんがやるか、池田さんがやるか、これを見てる安堵町の誰かがその手を挙げ てですね、言うじゃん、もう共産党でも何でもいいから、その奈良に返したお金について、今町長、西本町長でしたっけ。西本町長。そうそう、だからこのお金でその安堵町の税金から返したら、じゃあ結局そのね、そのお金受け取ってた人は丸儲けで終わりになってしまうから、じゃあこの少なくともこう奈良にね戻した分に関しては西本町長を返せっていうことにしないとおかしいですよね。そうですわ、こんなあのあれやで、あの法律的にそれなんかあの税金でその奈良県に対して返済するような法律では問題ないんか知らんけど、その何あの安堵町住民の税金、そのなんだ、童話参拝のお金、懐に入れたやつは一切これ払わ、そいつのためにわしらがこれ返済せなあかんのいうことや。そういうことですね。そうやろ、ほんなら言うけどさ、安堵町議会の人かってさ、池田にボロカス言われて、暴徳やとか言うけど、あんたらがお前これみんな何年にわたって、議会承認通してお金流れてきたわけやろ。はい、違いますの宮根だ。そうです、そうです、全くその通りです。ほんならお前らもみんな同罪やんか、これ同じ穴の無事なんやんかこんな、しかしそこまだ池田さんとしては そこはそうですね、またこれさらに住民監査請求するっていうのはさすがにしんどいですかね。やろう思ったらやるけど、昨日今日聞いた写真が。そうです。まあ本当だったら、まあ安堵町でも我こそはっていう人が他にいればね、いいんですけども。まあだからこれからじゃあ、まあ動きがあるとすれば、じゃあまずね、そのじゃあ今回税金をもとに安堵町が支払った386万円奈良に払うでしょ。じゃあこのお金、じゃあ税金から持っていかれてそれで終わりなのかっていう問題一つあるのと、あと実際はあれでしょ、安堵町がその出した補助金で住民監査請求の対象にならなかった分、
これ2014年までもし遡るんだったらもう3000万以上になるわけでしょ。なりますよ、なりますよ。じゃあそれどうするかっていう話じゃん。本当あれ386万円じゃ済まないんですよね、実際は。済まへん、済まへん、済まへん。さあか宮部さん、我らは29年な、あの組合長から29年からないいうことを聞いてるからな。はい。だから、ごめん、簡単に計算して5年や思ってたら、355の何やかんやったら2000万近いの話やいうことを俺ら思ってたわけですね。はい。だけどこれ26年に遡って計2回するとなってたら、そこからまた3、4年増えたら、もう3000万、3年分ぐらいの話になるわけや。そういうことです。そうやろ。はい。この童話参拝だけでも、あの、からのなんかこんな請求して金出してて、で全部ちゃんとしよう思ったら、これ3000万聞けへんな。あの県に出したって400万事故出さなあかんから、うん、で、まあ、でもあの奈良の声のニュース見てると、これあの何も言わなければ町長はなんかこれ曖昧にして終わらせようってしてるように見えますよね。そうですわ、そうです。最後にね、あの多分ね、読者の方があの気になるのは、この童話参拝という、まあ、結構このインパクトあるのキーワードが出てるんですけども、よくなんか参拝屋さんはなんか童話が多いみたいなことを言われるんですけど、奈良は実際のところどうなんでしょうかね。まあ参拝屋さんいうか、はい、あのもうあれやんか、昔からまあ、わしら大阪やからあれやねんけど、あのもうゴミ屋に馬場屋に、はい、運送屋に土建屋さん言うたら、みんなもう役だか部落やからな。ああそうです、やっぱ関西のあれですかね、うん、その風土というか、っていうかな、はい、っていうかね、やっぱり戦後日本戦争負けて、あの戦争、うちの親父なんか11年生まれやから、戦争中に、はい、育った人間やねんけどな、やっぱりブラコに生まれ育ったら、ほんまに差別きつって生きていくのも役立せな、生きていかれん人ばかりやったらしい。ああそうですか、はい、うん、その流れでやっぱりの、まあ、ブラコ産業言うたらさ、グローブ作ったりなんやかんや あるけど、やっぱりな、人の手ってなってったら、はい、うん、ゴミ屋さんとかババ屋さんとか、あの刀剣屋さん、はい、ああ、そういう仕事しかないんかな。はい。うん、だからそういうあれで、まあみんな苦労して、あの、生きてきあったわけですわ。じゃあその、まあ名残で、やっぱ今でも多いということになってるっていう。うんうん、だから、それずっと引き継いでやってやる人多いんちゃいますかな。ああ、そうです。なんかね、やっぱその、ね、童話とか、 なんか在日コリアンだったらなんかより役所の認可が出やすいみたいなような話も言われてますよ。実際どうなんですかね。いや、そこまでわし入ったことないけど、はい、奈良の俺が今ちょっとあの奈良の行政にいじめられてんねんけど、結局部落であろうが町の人であろうが、はい、まあ言うてみたら権力持つ人についたら何だと何のちゃいまんか。あ、やっぱそういうことなんですか。うん、権力には勝てへんからね。あ、結局は お金権力、そうそこなんですよね。うん、だから結局世の中でそんなもんやな。俺が言わんのもみんな、これ見てる人はみんな何言うてんねん、いう話になるんやと思うけど、もうそんな、もう権力には勝てん。だから、金儲けたい思ったら、権力ある人に長いもんに巻かれるのが一番やと思います。わかりました。そういう意味ではね、池田さんはもうなんか権力に対抗してしまいましたよね。いやいや、今偉い目に貧乏してますやんか。あ、そうです、分かりました、すみません。いやいや、でもそれでもそこまで追求するっていうのは本当すごいことだと思います。はいはい、はい、すみません。じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお願いします。はい。